日本屈指のスイートコーンやジャガイモの生産量を誇る十勝の芽室町。ここで200ヘクタール以上の畑を所有しているのが鈴鹿農園です。30年以上前からずっとジャガイモを生産してきましたが、3年前試験的にある作物の栽培に手を出してみたといいます。代表の鈴鹿誠さんに案内されたのは、ジャガイモ畑とは違って一面青々とした区画。土を掘って出てきたのは、芋は芋でもさつまいもです。メキシコ原産で、名前の通り国内では鹿児島県などで生産が盛んです。最近暑い日が増えたと感じた鈴鹿さんが、家庭菜園気分で試しに苗を植えてみたところ、さつまいもが収穫できたため、今年から面積を拡大して量産に踏み切ったのです。で、まあ、やってみると意外と取れちゃったんで、まあ、それで面白いなと思って、普通の畑にも、挑戦し始めたのが3年前からですかね。ここで取れ始めたさつまいもは、音更町の産直市場に出荷され、商品として販売されるようになりました。この農園で新たに育て始めた作物は他にもありました。鈴鹿さんの長男哲也さんが案内してくれたこちらの畑、何が埋まっているかというと、地中にあったのは落花生です。国内で採れる落花生のほとんどが千葉県産ですが、こちらもさつまいも同様、試しに育ててみると思いのほかよく収穫できたといいます。まあいろいろ思うところはありますけど、まあこういうのも採れるようになったかっていう。すごい甘いですね。この生落花生が意外と美味しいんですよね。今まではできなかったこういった落花生やさつまいもなんかが普通に取れるようになってくると思うんで、かなり体制が変わってきちゃうかもしれないですね。鈴鹿さん親子の農園では、さらに青森県が生産の北限と言われていたニンニクの栽培にも10年ほど前から取り組んできました。鈴鹿さんたちがこれほど新たな作物の生産に挑戦するのには訳がありました。気候が激しくなったっていう部分はもう温暖化の影響なのかなと思いますね。農業の作業体系からもそういうところも変わってますし、それに適応して新しいことを考えていくことかなと思いますね。一方、未来を担う世代はこれまでの農業が立ち行かなくなるのではないかと不安を感じています。まあ、目を見張るほどの変化はないですけども、これ以上上がってくるようでしたら、影響出てくる品種もあるでしょうね。環境の変化と向き合っている人はここにもいました。新日高町静内の農士、大沢明弘さんです。春立地区で40年以上にわたり鮭やマスを取ってきました。これから旬を迎える秋鮭を取るため、日の出とほぼ同時に沖合に仕掛けた定置網へと向かいます。海から姿を現したのはお目当ての秋鮭ですが、真っ先にカゴに移されていたのはバチバチと音を立てて飛び跳ねるブリです。比較的暖かい海を好むと言われています。日高漁協によると、近海での鮭の漁獲量は減る一方で、6年ほど前からブリの取れる量が増え始め、去年ついに主力の鮭と漁獲量が逆転したということです。去年は漁獲量が減った時に受けられる補償の仕組みによって経営的な打撃は避けられましたが、ブリばかり増えることに大沢さんは頭を抱えています。ブリを主たる魚種として
生計を立てるんじゃなくて、自分たちが今まで慣れ親しんできた鮭を取って、どういうふうに自分たちがその生活していくか。魚種の変化に加え、大沢さんはブリが食べているものにも違いが見られるようになったと感じています。昔はイカがこう胃の中から出てきたっていうのはありますよ。ここ近年あのイカが少なくなって、イカの代わりにイワシを食ったり、サバのちっちゃいのを食ったりっていうような形で生活してる。大沢さんの船で日高周辺の海水温などを研究している専門家は、実際に近年北海道周辺の海水が徐々に温まってきていると指摘します。最近で言えば夏の水温がかなり高くなった、今年も7月ぐらいは高水温だったりですね、一般的には100年に一度上昇、今は温室効果ガスを削減しようというような取り組みをいろいろやってますけれども、その取り組みをしないと100年で一度以上は上昇しますので。こうした海の変化を感じた大沢さんは、増え始めたブリを使って7年ほど前からある挑戦を始めました。それが地元で採れたブリのブランド化です。大沢さんたちは安定してブリが上がるようになったことをきっかけに、中でも特に良質なものを春立ちブリと名付け、道内各地や東京に出荷し始めたのです。大沢さんが水揚げし1日熟成させたブリをいただいてみました。臭みがなく脂が乗っていて非常に美味しいです。この周辺で取れるブリは数が多すぎない分、船の上で1匹ずつ丁寧に扱うことができ、血抜きもしっかりされているということです。大沢さんは変化を見せる海を前に特別な思いを胸にしていました。自然に人間が抗えない状況の中で、それでもその自然に人間が真摯に向き合うということもやっぱり大切なのかなと思います。何とかしてでもこの漁業っていうものを守るためには環境を保全していくっていうのも一つの手だろうし、未来に後継者につないでいける海であってくれればいいな、そういう海を残してやりたいな、そう思います。だんだんと変わりゆく一次産業を取り巻く環境、私たちの食生活にも変化が現れてくるかもしれません。